こんにちは。どうも、こんにちはです。あ、いいね、20個どうも。KP どうも。投げ銭、本当に減りましたね。あとね、ミルダム、やりたくないんですよね。ミルダムやりたくなくてさ。一応やれば多少のお金にはなるからやろうかなと思うんだけど、あまりにもやりたくなさすぎて、もうバックレようかなと。あんなの2時間とかやってらんねえよ、毎日疲れる、あんな。運営の人には今月やじゃあやりますわとか言ったけど、もうぶっちゃけやりたくねえ。スイッチとか知らねえよ、わざわざ知らねえサイト行かねえわ。いや、可能性あるんだったら TikTok かなと思った。結構再生されてるやつあるから、動画で。 TikTok ライブのやり方わかんないんだよね。あと軽く調べたけど、フォロワー1万人いないと投げ銭オンにできないの、もしかして。あれわかんないけど、でもわざわざ還元率35パンとかいったところでな。新規リスナーどれだけいるかだよね。一番いいのは他サイトのリスナーをふわっちに引っ張ってこれるのは還元率50%だから。てかもっと一番いいのは直接もらうことなんだけど。もうサイトにふわっちでも50%抜かれるから、ぶっちゃけなんか直接もらうっていうのが一番いいんだけど、サイト通すってもなんかファンティアとかなのかな。ファンティアとかだと 90% ぐらい還元される。でも正直ね、こうあのサイトのね投げ銭じゃないとみんな投げてくんないからな。やっぱこうリアルタイムにこうアイテムが上がってモーションあって反応あるから、それが楽しくて投げてる人が多いと思うんで、直接ってなるとそのリアクションとかそのモーションがないからみんなくれないんだよね、結局。
ただでさえそういうなんか実際のこうサイトで投げられた方が多分投げやすいとかモーションとかそういうのが面白いっていうんで、その状況ですらもうこんだけ投げられなくなってるんだから、ツイキャスは別に還元率が高かったり高くなかったりするの、ざっくり言うとめんどくさい、説細かい説明めんどい。ツイキャスはね、還元率が細かい話 71-2% ぐらいから 0% の間なんで、うん、SS さん、やったー、サムネ変わってる。やったー、石王、やったー。サムネとアットマーク以降の名前が変わっております。お久しぶりです。やったー、ハート花火来た。いやー。いや厳しいな、本当に厳しい。もうふわって稼げなくなっちゃったよ、全然。ふわっちはもう稼げないですね。稼げてる人は稼げてるけど、厳しいね。企画も何もしないで稼げない。いや、企画も何もしないで稼いでる人いっぱいいるからね。それは別に関係ないっすね。うん、企画も何もしないでアイテムくれくれって稼いでる人がいるから、まあ別に、それはもうデータとしてあるんでね。まあ、逆にどんだけ企画やろうが飛ばないからね、投げる人いないと。実際俺なんか、何回も言ってるけど、もうまあいいや、この話ループになるから。閲覧線とか来ても全然投げられないもん。うん。もう投げる人いるかいないからかな。うん、その証拠に、このさくらって人、企画も何もしないで稼げないだろうとか言ってるけど、てめえさ、俺がどんだけ企画やっても1円も投げねえだろ。てめえみたいなやつしかいねえから稼げねえんだ、バーが。死ねゴミが。てめえなんか俺がどんだけ企画やったって1円も投げねえだろうが。てめえみてえなやつしかいねえから稼げねえんだ、バーが。死ねえ。それが証拠じゃ。投げる人は別に何もしなくても投げる人っているんだよ。そういう人がいるかいないかなんで分かってか、てめえ。じゃあお前はね、別に俺以外の配信者でもいいから、ね。じゃあ企画やってる面白い配信者に1円でも投げたことあるか、てめえ。投げたことねえだろ、てめえなんて。それが証拠じゃ。お前みたいなんか、お前みたいな奴らしかリスナーいなかったら稼げないんだよ。逆に何もやんなくたってバグ投げする人っているじゃん。ふわっち見ればわかると思うけど。例えばさ、大山ちゃんとか、そこら辺、もう稼げなくなってるけど。
特に何もするわけでもなく、ラジオ配信でアホみたい飛んでたぞ。ラジオ配信しただけでアホみたい飛んでたからね。チラッと覗いたことあるけど。ただ、ラジオで、ね、静止画で、とんでもない金額飛んでたよ。何百万って金が。それはたまにラジオだからと思うね。関係ねえよ。投げる人いるかいねえかだよ。関係ねえわ。もういい加減さ、分析力ないバカは黙ってろ、クソが。ラジオとかラジオじゃないとか関係ねえんだよ。投げる人いるかいないかなんだよ。いい加減ね、分析力ない。バカは黙ってるよ、アホが。どう見たってそうだろうがよ。投げる人いるかいないかだろ、どう見たって。ラジオとか、企画とか、炎上とか関係ないんだよ。投げる人がいるかいないかな。あいつの目でも食べよう、もう。バカしかもう、バカ相手にするの疲れるわ、マジで、ほんとに。アイスの実でも食べるわ、お前らみたいなバカを相手するアイスの実食べて祝を感じてた方がいいわ、アイスの実で幸せになるわ俺は。匿名の方です。ドーナツ話す、ありがとうございます、ありがとうございます。アイスの美味しいわ。あー、匿名のことやったー。セキュー、セキュー、セキュー。ベリーゲージでソフトバンク、ソンマロでやったー。アイスの実は濃いぶどう味です。ありがとうございます。アイスの実って美味しいよね。
今年めちゃめちゃ税金安くなりそうだな。冷たい。ルナで使った金額は税務署に通報してあるから、だからなんだよ。税金発生してないんだよ。儲かってないから、むしろ損してるから、税金なんて発生してないんだけど、頭大丈夫お前。それよりも、俺のアンチが FX で稼いでるらしいから、それ通報するからね、マジで。通報できねえか、場所わかんねえもん。住所とかわかんねえもんな。まあでもさ、人に散々確定申告書見せろとか言ったんだから、まさか出してくれると思うよ。別に見せる義務がないものを人に散々出せって言ったんだから。今年なんか FX で儲けてるんですよね。じゃあ来年の確定申告書配信出してください。ちゃんと稼いだ証拠と納税した証拠を見たいじゃないですか。人にあれだけ散々別に出す義務もないのに、配信に確定申告書なんてあれだけ散々出せって言ったんだから、まさかてめえも出せよな。まあ、あんまり相手したくないけどね。来年の確定申告の時だけは言おうかな、それを。来年の確定申告になった時は、それを言おうかな。あんま相手にするとリスナー流すことになるから、相手したくないんだけど。まあ、儲かってるって言うんだから、さぞかし税金を納めてくれるんでしょうからね。まあ、多分エアプか他人の口座使ってやってるから、申告なんてできないと思うけど。だってあいつ生ポだから。生ポで多分 FX やってるって、しかもまあ多分生ポで FX やるって多分セーフなんだけど、利益が出たらなんかいろいろ変わってくるじゃん。あまりにもその稼ぎとかあると、なんか、そういうんで儲けれるんだったら、じゃあ生ポ打ち切りましょうとか、多分少額ぐらいだったらなんないと思うけど、ある程度稼いじゃうと多分なると思うね。あと正直生ポがやってるってだけで、なんかちょっとやっぱ厳しく見られちゃうと思うから。そう。だから多分俺の予想だけど、エアプかもしれない。デモでやってるか、
あと他人口座使ってるかのどっちかだと思うんだよね。まあ実際ナマポがやってても、法律的に問題はないんだけどね。多分どっちかでやってると思ってるんで、俺は。まあもし本当にやってるんだったらね。だからまあ、来年確定申告書ね、儲かってるんだったら出してほしいですよね。人にあれだけ言ったんだから、確定申告書出せって。まさか自分は出せるよね。まさか人にね、自分儲かってるって言っちゃったんだから、あんだけ散々人にね、確定申告書出せとか言っときながら、自分が出せないなんてことないよね。だから自分が儲かってるって言っちゃってるんだからさ、ネット上で。それでまさか出せないってなったら、どっちかなんですよね。実際は儲けてないか、自分のね、口座で取引してないか、どれかなんですよ。まあ、来年のね、3月が楽しみですね。確定申告の時期。2月から3月15日ぐらいまでだっけ？ 3 月が楽しみだね。まさか申告期限を過ぎ、15日だっけな。が、確か申告期限だからさ。そしたらもう、ちゃんと確定申告したら、その控えってものが絶対あるのよ。3月15日までには必ず出てくる。あるはずなの。3月15日を過ぎて、もし、納税証明書的なものをさ、出せなかったら、まあそういうことなんですよね。証拠はとか言ってるけど、じゃあ俺に裁判がある証拠を出してください。あなた方裁判とか言ってるけど、なんか民事がなんかなんだっけ、5月だか6月だか7月にあるとかって、毎月1月ずつずれてるけど、逆にじゃああなた方が俺が裁判がある証拠を出してもらっていいですか。証拠ありませんね。証拠ないっすよね。証拠ないのにあなた方ずっと言ってるじゃないですか。てか本当にガチでないけどね。てかガチであったら、こんな、俺適当に生きてないと思う。わかんないけど。適当っていうか、まあ余裕っていうか、まあ余裕はないけど、違う意味で。裁判とか関係なしに、投げ銭が来ないっていう、どうしようっていう余裕のなさはあるけど、裁判があるような余裕のなさはしてないと思う。TikTok はだから儲かるとかやってねえだろうがよ。なんだこいつめんどくせえ。自分の確定申告書を見せてから言え。確定申告書を見せる義務ってないんですよ。ずっと言ってるけど。君たちに見せる義務ってないの。てか、まあ、むしろ見せるのってバカなのよ。だってさ、いちいちさ、じゃあ、週にこんだけありましたとかさ、で、経費こんぐらいですよとかつって、そんなのいちいち出して、そうすると、その見てる人たちに全部把握されちゃうわけじゃん。で、そうすると、まあ、税務署とか、まあ、国税とかにこう通報したりとかする人いると思うんだけど、それを、じゃあ収入がこれ、この人は、入ってきたやつがこれで、経費こんだけですよねって言って、もう正確にその人のデータをその人が持った状態で通報してるから、その人のこう言ってることに信憑性が生まれちゃうのよ。その税務署側からしたら。あー、犬さん、せきょう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 、ありがとうございます。ありがとうございます。わかる？だから、いちいち本当にまともに申告してる人でも、はっきり言って、しかも、経費とかだってどこまで認められるかっていうのは、ほんと人によってそれぞれでまちまちだし、で、なんか、ああでもない、こうでもないとか騒ぐような人が、それでいて正確な数値とかをこう、なんか、なんだ、把握して、それを税務署に伝えて、ああだこうだ言う人がいるほど、なんかもしかしたら経費とかが認められなくなる可能性が増えるの。だから、いちいち見せるのってアホなのよ。だから、別に確定申告書って俺見せなくていいと思うね。普通は。てか、見せるやつのむしろバカだと思うね。
そう。見せる義務ない。いや、だから、別に人に散々見せろっつってやってる人なんだから、だからあなたは出過ぎるんですよねっていう。うん、そういうことを言ってんの。だから見せる義務がないのに、ね、おバカさんは、俺に散々見せろ見せろって言ってきたわけだから、じゃあ、あなたは人にそんだけ散々言ったわけだから、別に見せる義務もないのにね。あなたは少なくとも見せれますよねって話。人に別に見せる義務がないのに、人にそんだけ言えたんだから、じゃあお前も見せれるよねって話。あなた、そいつの中ではね、確定申告書を、ね、収入があったら配信で見せなきゃいけないっていうルールがあるんでしょ？謎のルールが。うん。それって、俺ルールがあるわけでしょ？うん。じゃあそのルールに則って見せれるよねっていう話をしてるだけですよ。うん。わかる？言ってることわかるかな？うん。言ってることわかります？うん。謝るのって謝んないよ。だって見せて当然なんだから。うん。見せて当然じゃん。だって収入があったらネットの配信で見せるっていうのがあの人のルールなんでしょ？うん。それって当然のことをしたわけだから別に謝る必要もない。まあ、てか見せれないだろうからね。その前に見せれないだろうから別に謝ってやってもいいけど、別に見せれたらね。うん。じゃああの人のルールだったらそんなわけでしょ？うん。頭大丈夫？うん。まあ 100% 見せれないからね。儲かってないか、仮に本当に実弾でやってても、多分他人口座でやってると思います。うん。まあそれが、もし、違う、本当に自分の口座で本当に儲けてるって言うんだったら、申告書は絶対に見せれるはずなんで、で、人に散々見せろって言ったんだから、まあ見せれるはずですよ。まあまさか見せてくれると思うんで。儲かってるわけないだろ。いや、なんか本人が儲かってるって言ってるらしいっすよ。うん。だから、儲かってるわけじゃん。じゃあ、申告書を見せろよって話。だって、儲かったら確定申告しなきゃいけないじゃないですか。うん。言ってること何も間違ってないと思うんだけど。うん。いや、配信の収入とか関係ないですからね。配信の収入も、FX の収入も確定申告しなきゃいけないもん。ちゃんと税金納めなきゃいけないもんな。関係ないですからね。配信とか関係ないんで。まあ、散々人に確定申告書をね、見せろって言ったのが、まさか見せてくれと思うんでね。まさかね。どうしよう、次枠行くか。ちょっと延長代はもったいないんで。次枠行こうか。まあいいや、まあ別に。来年のことだからもう、あんまりそんな長々と話題しても、リスナー流すだけだし。とりあえず確定申告の時期になったら、あだこうだ言えばいいや。もう、めんどくせえ。まあどうせ結局、まだ1年近くあるからね。はい。とりあえず次枠行きます。